じゃあそれでは時間になりましたので、計算科学技術特論 C 第8回目を始めさせていただきたいと思います。今日はみずほ情報総研から渡辺さんにお越しいただきました。それでは早速お願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。みずほ情報総研の渡辺と申します。今回CMSI の岩田さんの依頼によりまして、この配信講義の一コマを担当させていただくことになりました。この配信講義のシリーズは東大の研究者や理研の研究者の方々がプログラミングの作り方について講義をされているものかと思いますけれど、そんな講義のシリーズの中でありまして、私の講義、私こちらにありますように、みずほという銀行員なような会社員が来てまいりまして、一体このような銀行員のようなものが何を喋るのかと不思議に思われるかと思いますので、まずは簡単に自分の自己紹介から始めたいと思います。私ですね、約20年ぐらい前に大学に入りまして、でこの20年ぐらい前というのはちょうど、インターネットが始まりた頃でして、大学の講義でもホームページの作り方とかインターネットでの、ホームページの見方とか、そういった講義が始まったばかりの頃でした。で私もそのホームページの、試しに作ってみましたんです、見たんですけれど、このホームページって、今になったらもう当たり前ですけれど、Facebook とか Twitter とかで、自分が書いた文章が、少なくとも日本語で書けば日本中の人が読んでくれるということはもう今となって当たり前なんですけれど、当時としては自分が書いた文章が、すぐに日本中、世界中の人が読んでくれるということは、これはすごく驚くべきことだったんですね。で、その頃私サークルで、プログラミングの仕方についての文章を書いて、当時は人、その頃は自分の書いた文章を人に配布するなんていうのは、やっぱりワープロで売って、それをプリンターで、プリントアウトして、それをさらに印刷機でコピーして、それを手で配って渡すという、そういう方法しかなかったんですけど、このインターネットができたおかげで、それまでに書いていたそういうプログラミングの入門というようなサークルの同人誌みたいなもんなんですけれど、そういった文章をですね、このホームページに載せて、見たところ、たちまち反響がありまして、日本中の方から反響が少しでしたけれどありまして、それで、自分が書いた文章が即座にいろんな人から読んでもらえて、役に立つということを、実感しまして、すごくこれが楽しくて、毎日のようにホームページを書いていました。でそのホームページなんですけれど、こちらにありますような、ちょっと見えないかもしれないですけれど、書いていた内容は当時流行り始めていた C++ 言語についての入門だったり、あとは一応物理学科の学生だったので、計算物理、簡単な内容ですけれど、計算物理の題材を C++ 言語でどうやってコンピューターシミュレーションのプログラムとして作るのかといった、そういうものの作り方の説明をする文章、入門用の文章とかを、ホームページに書いていたり、あとは計算結果を可視化するための、当時、これ Linux というか、それより前の Unix ですけれど、 Unix で、グラフィックを画面等出すには X11 という、グラフィックスライブラリがあったんですけど、それを使うしかなかったんですけれど、その X11 のライブラリで、計算結果を画面に出す方法といった、そういったことを、そういったプログラムの作り方をホームページにまとめていたりとか、あとこちら、今これ使う人はほとんど、MPI、並列ライブラリの MPI のその中で行われている通信、その通信自身を自分で作ろうという話なんですけど、 TCP/IP 通信 の、ライブラリを使って、計算を並列でする方法、今やったらもう MPI ライブラリを使えばいいだけの話なんですけれど、その中で行われているその基本的な処理を自分で作ろうといった、そういったプログラムの作り方についての説明とか、あとは CGI、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれど、このウェブページを動的に変化させる、ユーザーの入力があって、それを受け付けてウェブサーバーの方で何か処理して変化が、回答が返ってくるという、今となって当たり前のことですけれど、そういった動的なホームページを作るための、これもプログラミングの技術が必要なんですけれど、そういったものも、当時楽しく勉強してまして、そう自分が勉強したことをこういったホームページに、分かりやすく書いて、それをみんなに読んでもらって、それでみんなに喜んでもらうという、それが楽しくて、毎日この学生の頃はこういった勉強とかつ、それをホームページにまとめるといったことをやってました。
で、このホームページ、実は今もまだ残ってまして、これ東京大学の今は青木研究室のサーバーに、今もの残っているんですけれど、まだこのホームページもう20年ぐらい前のホームページなのでだいぶ内容が陳腐化してるんですけれど、それではまだ時々見てくださっている方がいらっしゃるようで、まだホームページとしては残してありますというか、研究室が残っててそのままそのデータが置き去りにされているような形なんですね。もう私これアクセスできないので、もう修正できないのでバグとかありますけれど、修正もせず、放置している状態です。で、で学生の頃はまあこんなことばっかりやってました。で、大学院に入りまして、その大学院塚田研究室という計算物表面物理を計算機で、解くということを専門とされる研究室なんですけれど、この研究室に入りまして、最初に先生から振られた研究課題というのはこの研究室での院生たちが、歴代の院生たちが開発されているタップという、電子応対計算プログラムがあるんですけれど、そのプログラムを使ってとある計算課題をやってみないかというふうなことをその先生からその課題をいただいたんですけれど、私どうもその既存のプログラムを使って何か物理的な研究をするよりも何か新しいことを計算するプログラムを自分で作りたいという、気持ちが強かったんですね。でそこで、たまたま出会ったその時間依存シュレディンガー方程式によるその電子の波動関数の時間発展、ね、それに、興味を惹かれまして、これを使って、今度は電子が多体系つまりタップとかでも、計算に使われていますコーンシャム方程式ですね。コーンシャム方程式で、多粒子系の電子状態の波動関数を計算するんですけれど、それの規定状態ではなくってそこからスタートして、外場とかで外場である電場とか磁場とかがかかった時にその波動関数が時間変化していくというその過程を計算するのが面白そうだと思いまして、この自分の研究課題を、こちらのここに書いてありますような時間依存コンシャム方程式を、計算するプログラムを作ることということに決めまして、研究を始めました。でこの方程式、見かけは単純な偏微分方程式なんですけれど、これを、計算しようとしますとすぐに波動関数が発散してしまいます。波動関数ご存知の通り、その波動関数の絶対値の2乗というのは粒子の確率を表しますので、その確率を全空間です積分すれば粒子はその空間内に 100% いる、つまり、ノルムが1になるべき量なんですけれど、その波動関数のノルムの保存性というのがこの時間発展の計算をすると簡単に壊れてしまうんですね。それは物理ではなくて計算の、計算誤差が累積した結果 の非物理的な計算結果となってしまうので、そういう、計算結果のノルムの発散というのは絶対避けなければいけない問題だったわけなんですね。で、そういう波動関数が発散しないように時間発展を計算するには、なかなかちょっとテクニックがいりまして、そのテクニックを考えることが結局私 その大学院の間で その研究活動になったわけです。でその結果出した方程式で計算手法というのがここにありますような、指数関数の形で、ハミルトニアンの中の構成要素を一つずつ入れたような、これ指数積展開っていうんですけれど、こういうふうに、指数積でハミルトニアンの中の構成要素を分解して、それぞれ個々の要素で波動関数を時間発展させると。でそしてこの個々の時間発展の要素では、波動関数の計算を、なるべく、厳密に計算して波動関数のノルムがぴったり数値誤差もなくぴったり、保存されるように計算するということに気をつけながら個々の指数積を計算するという方法を考え出しました。でこれを使って計算するとその非常に長い時間にわたる波動関数の時間発展を計算しても波動関数のノルムが保存されるということが分かりました。でこういう、計算アルゴリズムを作りまして、でさらにこのアルゴリズムを実装したプログラムを自分で作りました。でそのプログラムを使って、簡単な系で、こちらに下側で動いてますけれど、簡単な例えば二次元系で、これメゾスコピックな回路を想定してるんですけれど、そこに電子波速を置いて、あと横方向に電波を置いて、その時に波速がどう時間発展するか、あとこちらは電波だけじゃなくて磁場もかかってるんですね。
で、電波と磁場が両方かかった系では波動関数というのは結構面白い運動をするんですね。これ今円運動をしながらB 方向に進んでいる螺旋運動のような動き方をするんですけど、こういった動き方の計算もできます。それとこちら一番簡単な現実の系で一番簡単なものですけれど、水素原子に光上下方向 に振動する電波を浴びせてます。そうすると最初、丸く電子が分布してたんですけれど、その上下に振動する電波に引かれて、だんだんじゃあこの分布が2つに分裂して PZ 軌道のような形になるんですね。つまりこれは水素原子の電子状態が S 軌道から PZ 軌道に徐々に変化していく過程を見ていると。普通量子力学の本ではS 軌道から PZ 軌道には瞬間的に遷移するというようなことを書いていますけれど、実際に遷移というのはこういうふうに時間をかけてじわじわと遷移が進むものなんですね。こういった過程が見えるという、それが時間果ての計算の面白いところです。であとはもう少し系の規模を大きくしてメタン分子に電波をかけたりとか、ダイヤモンドに電波をかけたりとか、あとカーボンナノチューブに、これは電波と磁場の両方をかけてるんですけれど、電波と磁場は時間変化する磁場をカーボンナノチューブに軸の方向に沿ってかけると、チューブの軸の周りに沿って、渦電流が流れるということができます。そういった計算とかもできますよということ、シミュレーションですね。あとは、これはフラーレイに電波を浴びせて、その振動からこのフラーレイの吸収スペクトルを計算するといった、この物理学的には初歩的な課題ですけれど、こういった課題、この私が作ったプログラムを使ってこういったことも計算できますよということを示して、一応博士論文としてまとめて、博士を取って卒業しました。結局その大学院の5年間でこういったこの基礎方程式、時間エゾンコンシャム方程式というものに興味があって、それを計算するためのアルゴリズムを作って、でプログラムを作って、非常に簡単な件で、実証して使えますよということを出して終わったわけですね。結局物理的に新しい何か発見したということはなかったんですけれど、シミュレーションプログラムを作って、博士は取って卒業しました。でこういうふうにですね、基本的に結局新しい物理を発見するというよりもプログラミングを作るということが好きだったんですね。で、こういう時間依存のプログラムを作って、あとそれと並行してですね、ここに絵にもしてますけれど、先ほどの学生時代とも関係するんですけれど、計算結果を絵にするという、そのグラフィックにするというところも好きだったので、趣味としてですね、時間発展のこの過程、波動関数の時間発展をそのアニメーションにする、グラフィックスにしてアニメーションにするといった、そういったプログラミングを好きでして、こういうことも、いろいろ作っていました。で、こうプログラミング作ったり、計算のシミュレーター作ったり、あとこうグラフィックスのプログラムを作ったりと、コンピューターのこと、プログラムのことばっかりやってて、物理のことはあんまり勉強してなかったので、この卒業するときですね、ポスドクとかそういう道も考えたんですけど、やっぱりポスドク自分には向いてないなというふうに思いまして、民間企業に就職しました。で、その、大学院を卒業して民間企業に入ってから何をやってるかというと、ほんの一例ですけれど、こんなようなことをやってます。今、その2003年に就職、今から12年前ですね、みずほ情報総研株式会社のサンエンソリューション部という名前の部署に入りました。でそこの部署に入ってからやったことというのは、先ほどのこのシミュレーター、これまた引き続き使って、これの改良をして、さらに、これを使ってもうちょっとそのまともな物理現象についての解析を進めてみたりとか、あとはこれは物材機構のフェーズですね、フェーズの、改良を行ったり、並列化の方を進めたりとか、さらにこちらにっていうのは説明書、これもまた物材機構ですけれど、コンクエストというプログラムがありますけれど、このプログラムの説明書を整備したりと、説明書を作ったりとか、あとこちらは、タップですね、塚原常駅圏で作り続けているタップ、このプログラム用の専用のフロントエンド可視化、計算結果の可視化もありますけれど、計算内容を、設定するための GUI といった、そういったプログラム開発とかいうこともやっています。さらに、これは理研の関係のプログラムですけど、分子動力学プログラムの計算、時間発展の、
MD で時間発展の計算を非常に高精度に解くためのアルゴリズムというのを研究のちょっとそれを手伝いしたりとかいうこともやりました。あと、こちらも、東大関係なんですけれど、タンパク質のシミュレーションをですね、タンパク質の構造解析とか MD とかを計算するプログラムがあるんですけれど、それの改良をちょっとやったりとかもしました。さらに、燃料電池のシミュレーターの開発だったり、あとこれは、私の、師匠の塚田先生の関係なんですけれど、操作プローブ顕微鏡のシミュレーターを開発としていったりとか、あとちょっと変化がありますけれど、ナノテクロードのマップの作成といった、こういった、こともやってます。で、こういったことが、非常に見ていただくと、大学院生のこれ当てたその電子消化プログラムの開発とあんまり変わらないようなことを会社員になっても続けているように思われると思います。でこのようなみずほというような銀行のようなところで、なぜこういった大学院生の続きのようなことができている、いや続けられているのか、皆さん不思議でしょう、不思議と思うでしょう。で次はこのなんでこのみずほという銀行で私のような大学の研究者と同じようなことを続けているのかっていう、続けることができるのかということを紹介したいと思います。この、私の所属しているこのみずほ情報総研株式会社というところはですね、基本的にはですね、みずほ銀行の銀行システムを開発することが仕事なんですね。でそのことをしている人間がこの会社におよそ4000人ほどいるんですけれど、その中に、銀行システムとはちょっと違ったことをするという部署があります。でその主力業務以外のその他の業務として銀行や企業、銀行以外の他の企業や観光庁向けのコンサルティング業務というのを行っている部署があります。その数約500人ぐらいの人間が携わっています。でこのコンサルティングをするこの企業とか観光庁の分野ですけれど、観光コンサルティングの内容ですけれど、まあ、よく言われているのが会社の経営の相談だったり、あとはほとんど経営が相談が多いんですけれど、例えば観光庁の方ですと環境評価のコンサルティングを行ったり、またその観光庁が進める社会政策についてのコンサルティングを行ったり、あと情報通信、これは企画を作るといったことですね、次世代の情報通信の企画を作るといった、そういったコンサルティングを行ったりするところにまして、そして最後に、ここが私が所属するところなんですけど、科学技術に関するコンサルティングというところことも行っています。で、この科学技術に関するコンサルティングという業務が、この主力からだいぶ外れたところにあるんですね。そのこういう業務を行っているのが、サイエンスソリューション部というところなんですけれど、ここに人間が60人ぐらいいます。全体から言うとだいぶ少なくなってしまいましたけれど、ほんの少数なんですけれど、サイエンスソリューション部という科学技術に関してコンサルティングを行っている部署があります。でここの、やっていることは大学や国の研究所、企業の研究所の開発や観光庁の政策を IT 技術で支援することなんですね。で、分野としましては原子力、防災、土木、自動車、電池、半導体、医療、材料といった、いろいろな科学技術の分野、広く取り扱っています。で、ここの最後のこの材料4人と書いたところが、私が所属している、チームですね。もう会社の全体からすると、もうほんのわずかになってしまいますけれど、たった4人ぐらいですけれど、こういう少数な人間が材料分野、物性物理分野ですね、物性物理分野の、科学技術のコンサルティング活動を行っています。でこの、サイエンスソリューション部というのが一体何をやっているかの説明ですけれど、基本的には大学の、研究者、大学の先生ですね、あとは国立研究所の研究者、あと民間の主に製造業の技術者、そういった方が対象に科学コンサルティングを行っています。で、基本的に我々自身では研究課題というのは持ってないんですね。その代わりそのお客さんとなっている大学の先生だったり企業の技術者たちが困っていること、彼らの課題、それを我々の方で解決することが我々の仕事です。
で、これまでいろんな研究者や民間の技術者を相手にしてきましたので、我々の方も研究家の課題解決のための IT の技術とか知見がたくさん豊富が蓄積が豊富にあります。で、IT でお客さんの課題をどう解決するか、まあ、それはいろんな方法があるんですけれど、よくある方法がそのお客さんの課題に特化したプログラム、コンピュータープログラムを作って、それを使って、それを計算したり、そのプログラムを客に納品することで、そのお客さんの課題を解決するといった方法があります。もしくはその自前のプログラムではなくて、すでに、市販として売られているようなプログラムを当社で使いまして、それの計算結果をお客さんに報告することで、お客さん その悩み事を解決するといったこともあります。でまたそのお客さんもそのソフトウェアを使いたいという要望がありますので、市販のソフトウェアの使い方をお客さんの課題 に特化したような使い方を説明しながら、そのソフトウェアを販売するといったこともやっています。で、このサイエンスソリューション部というところスタッフ約60人ぐらいの人がいるんですけれど、その出身としてましては数学科だったり物理学科、物理専攻だったり科学だ専攻だったり生物の専攻だったり工学の専攻だったり、まあ、その辺の修士とか博士卒の人たちがいろいろな分野のところの修士博士卒の技術者が約60人ぐらいで構成されています。でこういう人たちがですね、大学や、民間の製造業の技術者に対して、コンサルティングをするわけですけれど、コンサルティングといいましても大きく分けると3種類のタイプのコンサルティングがあります。で1つ目のコンサルティングの内容タイプなんですけど、これは多分皆さんにはあまり関係ないと思うんですけど、科学技術分野の動向調査ということをやっています。これお客さんは主に観光庁の役人さんなんですね。で観光庁の役人さんとかはその次世代の科学技術はどういうものになるだろうか、一体これからどういった科学技術を支援したらいいのだろうかということを日々悩んでおられます。でそうした方々のための参考資料として、私どもの方でこの世の中の科学のトレンド、技術動向、これからの予想といったものを調べます。で調べる方法としましては、その、私どもで勝手に想像するわけにはいきませんので、それはその科学のその道の分野の権威の方の先生とかを伺ったり、そういった先生のところを伺っていろいろ質問ヒアリングして、これからの動向の調査をするといったり、あとはそういったその分野での著名な研究者たちを一堂に招きまして、その方々で議論していただいて、これからの動向はどうなるかというのを、そういうのをディスカッションしていただく場を設けて、その内容をまとめるといった、そういったことをして、これからの未来の動向を資料にまとめてお役人さんに提出するといった、こういうタイプの仕事があります。でこういうタイプの仕事は皆さんあまり関係ないと思いますね。で、2番目のタイプのものですけれど、これはですね、シミュレーターを用いた解析、主にその実験の研究者とか、あと民間企業の、製造業の技術者とかがお客さんになることが多いんですけれど、つまりその実験とかが作る方が専門で、理論とかシミュレーションには詳しくない方でも、そのちょっと理論とかシミュレーションに興味があって、自分が作っているものとか、について理論的な見解を欲しい、そういった方々向けに私どもの方で、実験の技術者に研究者に代わって、私どもの方でシミュレーションを実施しまして、で実験の方で一体何が起こっているのかっていうのを私どもの方で、解析しまして、その結果をお客さんに報告するといった、そういう仕事をやっています。で、そして3番目、これが、皆さんに関係することをよくやることだと、皆さんに大きく関係することだと思うんですけど、シミュレーターの開発改良という仕事を、行っています。で、これはですね、大学や国の研究所の理論系の、計算研究者ですね、もしくはメーカーの技術者からも依頼を受けることもあるんですけれど、こういった研究者の方々の依頼で彼らのアイデアをそのシミュレーションプログラムとして実用化する、そういったことや、もしくはすでにそのお客さん方の方で開発されていますプログラムをさらに改良して、高性能、高速、高機能にするといった、そういうふうに改造して納品するといった仕事を行っています。で今日の話の
主の主題はこちらのシミュレーターの開発改良の点について、今日はお話しします。でですね、その、まあ、大学の先生の依頼で、プログラムの開発とか改良を行うことが多いんですけれど、そもそもそのこういった民間企業に、プログラムをなぜ外注開発を依頼するのか、その辺からまず皆さん不思議に思われるかもしれません。皆さん、今日ここにお集めいただいている方々は、おそらくプログラム開発するのが好きだと思います。で、そういった好きなプログラムの開発をなぜ他に、任せちゃうのかというところ不思議に思うかもしれません。今日来られている方、院生の方とかポスドクの方が多いと聞いていますが、もうちょっと年を取っていくと、その大学の、助教授とか教授とかそういう風になってくると、何分プログラムの開発するのは好きなんだけれど、すごく忙しくなってきます。で、ここにも書きましたけれど、とにかく多忙の内容としては、教育、学生の教育だったり、研究資金を得るための公募の、応募書類を作成するとか、あとは学会でこう講演するのも当然ですけれど、学会の運営もしなくてはならなくなってきます。また あと学部学科ですね、そういうのをそのいろいろな人付き合いとかもあるんでしょうし、それと、何かいろんな雑用が、大変増えてきまして、大学の先生というのはなかなか研究がしづらい環境になってきます。で、そのため開発研究のプログラムを開発する時間というのが全然なくなってくるというのが実情なんですね。で、そういう先生方々、研究とかをポスドクとか学生にお願いすることが普通なんでしょうけれど、ただしプログラムの開発といっても、その全ての開発が開発部分が研究に直結するかというと、そうでもなくって、研究開発に研究課題としては向いてないような泥臭いプログラムの開発というのも多々あるわけなんですね。で、そのためその学生にお願いしようかというのもちょっと悩んでしまう。また学生にですね、学生がですね、プログラミング言語を習得するのもまたこれ大変な作業ですね。今学生、学部学生で、プログラミングの授業というのもあるかと思いますけれど、そのプログラムの授業を受けただけで、そのプログラミング、研究用のプログラミングを開発するというのはなかなか大変なことだと思います。あと、そうは言っても、その学生が、プログラムを開発すること多いと思いますけれど、学生さんがプログラムを開発をされると、その学生さんが、卒業してしまった後が困るわけなんですね。学生が卒業してしまうと、ノウハウがなくなってしまうというわけで、その研究をその続けて、大学の先生が研究を続けたいと思っても、それを作った学生さんが卒業してしまって、そのプログラムの動かし方がわからないといった、そういうことになってしまいます。で、あと今、プログラミングに関してはいろんな、テクニックが出てくるかと思います。この CMSI の配信講義でもいろいろな先生方が新しいプログラミングテクニックについて紹介されていると思いますけれど、本当に、プログラミングの技法というのが次から次に出てきていまして、そういった新しい技術に追いかける、新しい技術を追いかけるといった、そういう時間ももうなくなってきてしまいます。で、あとプログラミングが好きで長年一人で開発してくるという研究者の方々も多いんですけれど、そういった単独で開発してきたプログラムというのは、長年かけて複雑化してしまっているわけなんですね。で、あまりにも複雑化しすぎてしまって、その開発者本人もメンテナンスが苦労してしまうといったことがあります。で、それで開発が行き詰まってしまうということもあります。さらにですね、ここ残念なことなんですけれど、せっかく頑張ってプログラムを作っても、なかなかその今の、この研究業界ではプログラムを開発したことに対する評価というのがあまり高くないという残念なことがあります。むしろその論文で何か新しい物理を発見した方が、評価は高いという、そういった残念なことがありますので、そのせっかくプログラムを頑張って開発しても世間の評価があまり良くないといったこともあります。あと、そういろいろあるんですけれど、いろいろな状況があるんですけれど、こう公募とか研究を頑張って進めていって、めでたく何らかの国の公募に採択されたと、そして、比較的お金が入ったと、そういう時に研究者の方が計算機を買おうかとか、ポスドクを買って研究を進めようかとか、いろいろ迷うんでしょうけれど、そういった時に、私どものような
プログラミングを開発するという、改良したり開発するということを行う企業に、このプログラムの改良というのを任せてみようかといったことを考えてくださる研究者の方が時々いらっしゃるんですね。まあ、こういった事情で私どものような、プログラムを開発する企業が仙台大学の先生の研究のその研究用のプログラミングを開発するといった仕事の手伝いを始めるといったことになります。で、ですね、次はですね、こういったその、忙しいとかプログラム開発が難しいとかいろんな理由があるんですけれど、そもそも研究の工程とか理論計算系の研究者の、研究工程に対してその研究工程いくつかあるんですけれど、それで、民間の企業に外注できることがあるのかということについてちょっとお話ししたいと思います。これ、あくまで一例なんですけれど、その理論研究者の工程を、私なりに、分割して書いてみました。で、まず理論研究者はまず考えることは、そもそも一体何をやりたいかというのを考えるでしょう。で、それで研究したい題材を決めます。で、次にその決めた研究対象として選んだ題材に対して、それをどうやって解明したらいいのか、例えばどういった方法でその物理現象を解明すればいいのかということを考えるでしょう。で、その次にその、解明するためにどういった基礎方程式を使えばいいか、こちらの分野ですと皆さん基本方程式はこのコンシャム方程式のような第一原理な計算の式に該当すると思うんですけど、結局そういった方程式を使うのがいいだろうというふうに判断することになると思います。で、そのコンシャム方程式で特ににしてもその計算のアルゴリズムはいろいろありますので、そのうちのどのアルゴリズムを使えばいいのかといったことをまずいろいろ悩まれると思います。で、次にそういったプログラムを作るにしても、プログラミング言語をどれにしようか、これも悩むところがあると思います。で、この分野まだまだフォートラン90で書かれる方が多いと思いますけれど、学生さんですとそのフォートランよりも C 言語 C++ とか、あともしくは最近流行りの、Python といったそういったスクリプト言語とか、いろんな言語があるわけですね。一体どれでプログラムを作ると一番楽だろうかといったことで悩まれると思います。で、さらに、プログラムを作るにあたってまずデータ構造の設計というのが大事になってきます。例えばその第一元計算でしたら、波動関数をどのような形でデータとして持つのか、ハミルトニアンをどういう形でデータとして持つのか、そういったことをしっかりと考えておかないとプログラミング後でおかしなぐちゃぐちゃになってしまいます。それとそのデータ処理構造と合わせましてデータの処理ですね、先ほども出ましたけれど、波動関数とハミルトニアン、波動関数に対してハミルトニアン演算するときの処理をどうやって計算したらその綺麗に書けるか、または高速に書けるか、そういったことにも悩まれることになります。で、そういう設計とかをした上で実際にプログラムを実装していくんですけれど、プログラムの実装と合わせましてプログラムのデバッグ、これが非常に大変な作業になるわけですね。せっかくこの設計をしっかりしたとしてもそのプログラム実装はそれなりに大変ですし、さらに実装したとしても必ずしもその通り動くわけではないので、デバッグという作業に非常に時間が取られることになります。で、なんとかプログラムができて計算ができるようになった。で、次の課題はそのプログラムでより早く計算をさせるということになりまして、多くの研究者の方々がプログラムの並列化とか高速化を考えるようになるわけですね。で、この並列化の作業もそれなりに大変な作業になります。で、こうやってある程度早く、いいデータが出るようになったプログラムなんですけれど、これをですね、そのプログラムの使い方ちゃんとまとめておかないと後で自分でも使い方がわからなくなってしまいます。で、こういったプログラムの説明書を作るということも大事な作業のうちに入ります。で、こういうふうにプログラムを作っていって、で、やがてだんだんテスト計算をしていったり、そのテスト計算の結果を見てプロットしたり可視化したりとか、そしてさらに肝心な本当本来、解きたかった現象についてそのこのプログラムを使って計算をするわけですね。で、こうして得られた計算結果の中から、物理的価値のある、結果を発見すると、これがそのこうやって発見して、そしてその発見した結果について論文にまとめたり学会で発表したりするということによって、この
最初 の解明したいとして選んだ現象について学会で発表論文にまとめることによって一つの研究が完結するわけです。でこういったふうにその、非常に細かく見てみるとそのプログラミングを作るタイプの研究の場合ですといろんな作業工程があるわけなんですね。研究したいことを選んでから論文にまとめるまでにいろんな工程があります。でこういったいろんな工程があるんですけれど実はですねこれ全部の工程を全部自分でする必要は必ずしもないわけなんですね。ここに書きました工程のうちのいくらかはその、研究者自ら担わずとも外注業者でも分担できることがあります。で次のページこちらに模式図を示したんですけれどこの、先ほどのこの工程の中でオレンジ色で書いた部分この割合がですねオレンジ色と、青色で、割合を書いてますけどオレンジ色で書いた部分のこのぐらいの割合は、研究者が自ら行うべきことなんですけれど残りのこの青色で書いた部分はこれは、研究者でなくてもその民間の業者でも分担できるんじゃないかというふうに我々が考えている部分なんですね。でこの工程で一番の工程最初の工程この解明したい現象の選定これはやっぱり研究者自身が考えるべきことだと思っていますけれど、まれにはたまに私ども方で次に研究すると面白くなりそうなことを提案することもあります。そうすることによってその研究者がこれまで考えていなかったようなまた別の方向の新しい研究内容というのを私どもの方で提案することもあります。で、それでもこの辺の解明したい現象の選択だったり、現象の解明法の策定といったことはやはり研究者がそのほとんどが主導的に進めるべきところですね。で、ですがその後ろの方に入っていく工程このアルゴリズムの選定だったりプラグラインゲンの選定だったりそしてさらにこの構造プログラムのデータ構造の設計だったりデータ処理の設計といったこういったところはですねもうその研究者が、行わなくてもその民間業者の方で、プログラミングを専門として開発を専門としています業者の方でもできることなんですね。でこういうところはその割合としてましては研究者の割合が少なくて、民間の業者の方でも、が割合が起きてこういうふうに分担割合を、民間業者の方に重きを取って進めることができますよということですね。で、デバッグ実装とデバッグこの辺がプログラム開発では非常に大変なところなんですけれどもうこの辺はこの民間業者にほとんど任せても進むこと開発は進むところです。で並列化とか説明書の作成まさにこの辺はもう、開発した業者の方で、進める方がうまく進みます。で、でテスト計算ぐらいまではこちらの民間業者の方でできるんですけれどあと本番系これは研究者の方で進めた方が一体その研究したい課題に沿った、解明したい、現象についての、研究の計算についてその民間の方業者の方で作ったプログラムを使ってそのプログラムを研究者が動かして物理的な価値をのある計算結果を出してでその計算、物理的価値を見出すというここがまさに、研究者の担うべきところですね。でそれを出てきた結果について学会発表なり論文なりすることによって研究者の業績にしていただくというふうな感じでして、つまり研究の工程というのはいろいろあるんですけれど先ほど申しましたように全てを自分自身研究者自身が担うのではなくてプログラム開発を専門としている業者に対してこのぐらいのように、少し部分的に分担することによっても研究というのは進めるんじゃないかというふうに私どもは考えています。でこういうふうに分担すると何がいいかというともうこの非常に苦しいプログラミング開発こういったことからだいぶ、研究者の方が解放されることになります。そしてこちらの方ですね、本番系研究者が研究者の解明したい現象それについての計算に、そしてその計算結果から物理的価値があることを抽出するといったそうした研究の、ことに対して研究者は、注力することができます。そういうことによって、
研究の専門の人とプログラム開発の専門ということに、2つのグループで分担することによって、研究が、進展するのではないかというふうに私ども考えています。で、ただですね、こんなふうに書いてもですね、本当にうまくいくのかというふうに、業者にそんな研究用のプログラムを作れるのかというふうに皆さん思われるかもしれません。ですが私どもそれなりにプログラミングを研究者の開発のお手伝いをできる自信があります。というのもですね、私どもの出身分野なんですけれど、まず当社60名ほどの技術者がいますけれど、それらの出身分野は先ほども申しましたけれど、数学、物理、化学、生物、工学といったそういった分野の大学院の修士の博士号を取って、当社に入ってきます。つまり物理についての基本的な知識はあります。なので先生が大学の先生たちが大学研究者たちが研究したいということについてはなんとなく理解することができます。そしてですね、私どもいろんな分野の、コンピュータープログラミングの開発の実績があります。皆さん CMSI のところでは皆さん物性物理でしょうけれど、私の方では物性物理とは限らずで、構造解析だったり流体解析、あと半導体工学だったりバイオテクノロジー、そういったその物性にとどまらずいろんな分野のシミュレーションプログラムの開発経験があります。で、いろんなプログラム、いろんな分野があるんですけれど、どの分野もですね、どの分野のシミュレーションプログラムもですね、分解してその中心を見てみると、結局のところ配列のデータがあって、その配列のデータをループで回してそれを計算を進めるといった、そういった構造には変わりないわけなんですね。で、でそういったいろんなプログラムを見てきたんです。でさ、そして最先端の科学を解明するプログラムを開発、皆さんの研究の用のプログラムを開発するときにはその最先端の科学についての知識が必要なんですけど、さすがにそういった最先端の科学についての知識は私どもは持ち合わせていません。ですがその科学を、解明するための理論的な、計算式というのをその研究者から、提供いただければ、あとはその計算式について計算するプログラム、そのプログラムというのは基本的には行列やベクトルの繰り返し演算なわけなんですね。で、大規模系といいましても、配列サイズとかループの回数が大きくなるというだけでありまして、そのプログラミングの原理というのは難しくなるわけではなく、私どもでもその基本的な物理を理解していろいろな物理の分野のプログラミングを使っている我々でしたら、こういったその最先端の物理についてもの物理用のプログラミングというのも開発することができるわけです。で、こういったその業者による、私どものような民間企業によるプログラム開発なんですけれど、例えば市販ソフトのガーシアンとかマセマティカ、そういうものを買われること皆さんあると思いますけれど、そういったソフトウェアを買うという気には単に買ってくるだけです。その、買うという操作だけで終わるわけなんですけど、そのプログラムの開発をその外部に委託するという、外部に依頼するという時にはですね、さすがにそういったソフトウェアを買うほどのように簡単には済まないんですね。手続きというものが、結構手続きが必要になります。で、その、こういったこの、プログラム開発に関するコンサルティング業務についてのどういうふうにいった流れで進めていくことになるかについて簡単に説明します。で、まずそうですね、そもそもまずお客さんの方から当社への連絡が来ることから始まります。で、電話だったりホームページ経由だったり電子メールだったりで、お客さんの方からある日突然メールとかが連絡が来るわけなんですけれど、その時の内容っていうのはその何かプログラムがあってそれの改良できないかといった非常に大雑把な連絡を受けます。で、そのだけではその私どもの方でできるかどうかさっぱり分かりませんので、そういう連絡を受けまして、私どもの方でそのお客さんの顧客先を訪問します。で、お客さんと実際にお会いして、一体どういった研究課題があってそれに悩んでられて、どういったプログラムのどういった部分をどうしたいのかというのを根掘り葉掘り詳しくお話を伺います。
でその話をある程度理解しまして、それを社内に持ち帰りまして、で実際できるものなのかって、誰が作業するのが適なのかとか、いろいろ計算検討しまして、で、実際それならこのプログラムだったら我々で改良できるというふうに判断になりましたら、それを作業、こういった作業をしますということを、仕様書としてまとめまして、あと、文章、仕様書として文章にまとめまして、それにかかる時間ですね、作業コースといいますけれど、作業コースというのはその何人の人間が何時間働いて、で何いつまでに完成させますといった作業コースですけれど、そういったものを予想して、いつも一緒そのこの人数と時間から、かかる費用を計算しまして、いつも一緒として、提示するわけですね。でお客さんの方に、お客さんにこれを見せまして、この仕様でこの金額ならいいですよということを、お客さんから了承を得ます。で、了承を得たらこのその、契約書の締結という作業がありますので、こういった作業はもうお客さん研究者の方では、お手を煩わせることなく、その研究者の所属機関の方の発注部門と弊社の、契約部門の方で間で事務書類の取り交わしていくことが行われます。でこれで契約書が取り交わされて、晴れて、作業開始となるんですけれど、で、まずそのお客さんの方からプログラム改良して、改良を依頼お願いされているプログラムの意識をいただくことになります。でそのでいただいたデータなりプログラムを、弊社の計算機関上で走らせながら、その弊社の方で開発改良を行います。で、典型的な場合ですね、1、2ヶ月おきにその作業の進捗を報告します。で、さすがに毎日報告するといったことはできないんですけれど、学生さんにお願いする場合ですと毎日研究状況とか報告とかを聞かれると思うんですけれど、私ども方ですと 1、2ヶ月に1回ぐらいの頻度なんですけれど、その頻度で、そのプログラムの、改良状況などについて報告します。で、その際にですね、このプログラムの改良というのは最初にはですね、具体的な仕様というのを決められないことが多いんですね。何かプログラムを作ってほしいというその希望はあるんですけれど、それを具体的にどう作ってほしいのかというのが、その研究者本人も最初はよくわからないということが多くて、最初に、仕事を始める前に仕様書を作るんですけれど、その仕様書の段階、その作業を始める仕様書を作成する段階では、一体どういうプログラムを作ってもらえばいいのかというのを研究者自身もよくわからないということが多くあります。で、この 1、2ヶ月ぐらい進んでプログラムを少し作っていくと、でプログラムの姿が少し見えてきたところになると、やっぱりこういうふうにした方が良かったとか、より詳細について、作るべきプログラムというのが作業を始めてから分かることが多いんですね。そういったその作業を始めてから、やっぱりちょっと詳細はこうしてほしいといったことに対しても私どもは対応することができまして、最初の仕様書は大雑把なんですけれど、作り進めながら具体的な詳細な仕様を詰めていくといった、こういったその仕様の詳細の協議ということを、このうちは 1、2ヶ月動きに進める、協議で、お客さんと相談しながら決めていきます。で最終的に、納品期日でプログラムができるわけなんですけれど、その際にはその納品物、ソースコード一式だったり、そのプログラムの説明書だったり、あとはその事務手続きに必要な請求書だったり、そういったものを持ってまいりまして、そのお客先に納品します。で納品したら終わりかというと、そうではなくって、そのプログラムについて その、どう頑張っても必ずバグというのが出てきてしまいました。でそのバグについてもちゃんと対応します。あと使い方というのも、プログラム、納品しましたプログラムについて、使い方というのはいろいろ不明な点もあるかと思いますので、その不明な点に対する質問への回答も随時行っています。このバグというかアフターフォローというのが非常に大事になってまして、当社ではそのこの、作ったプログラム、最初はばっぱりバグで何か動かないことも時々ありますけれど、そういった時でもちゃんとその後始末はしっかりします。で、これ今までの話、非常に漠然としたプログラムの改良開発の、話なんですけれど、もう少しちょっと具体的な話を、紹介していきたいと思います。でこちら、我々の業務例でよくあるパターンなんですけど、お客さんとしましては、例としてお客さん非常にたくさんいるんですけれど、まず例として一つ紹介させていただくのは、物質材料研究機構ニムスさんの話ですね。でこちらの、お客さんからですね、
電子状態計算プログラムの新規の開発の依頼をもうだいぶ前なんですけれど受けていまして、これ現在も続いています。で、こちらのお客さんの方ではですね、目的としてですね、量子電動と計算プログラム ASCOT というプログラムを開発して公開したいというミッションがありました。今はもう公開されていますけれど、この2006年度ぐらいからそれをいうプログラムを作りたいというミッションがありました。 ですがね、この量子電動計算プログラムはその MIMS の研究者が開発するんですけれど、ご存知の通りこういった電動度を計算するプログラムを作るには、その前の段階としてその系のハミルトニアンに対する、ハミルトニアン行列の行列要素を計算しておくという、そういったプログラムが必要になります。前段階のプログラムですね。でそういったプログラムを開発してほしいという依頼があります、うちの方にありまして、その、この電動度計算プログラム前段階のためのハミルトニアン行列要素を計算するプログラムアクセルというものを、当社で開発しました。で、開発するんですけれど、その会議ですね、結構大雑把なところから始まってるんですね。でお客さんの方からまず論文をもらうんですね。こういった論文に書いてあるようなことをプログラムと実施して実装してほしいという、そういうふうな大雑把な指示から始まります。で私の方でじゃあこれそれを実験プログラムについてはどういうふうにプログラム作ったらいいんだろうかっていうのをいろいろ考えます。で、手探り状態から始まるんですけれど、その論文に書いてあるようなことをフォートラン90、この時はお客さんの指定で言語はフォートラン90だったんですけれど、その言語で、プログラムを作ると。で作るんですけれど、まあ、将来のを見据えてなるべくその拡張性高く可読性高くその辺に気をつけながらプログラムを作っていきました。で、1ヶ月ぐらい経つと少しプログラムの部品の一つができるわけなんですけれど、その部品について、まあ、サブルーチンですね、サブルーチンができてそれの、動作内容について進捗を報告しにそのお客さんのところに行きます。でそれでお客さんの方でそれサブルーチンちゃんとできましたねということになると、また新しい別な種類の論文をいただくんですね。でその論でまたそのこういうことの繰り返して次の論文についてまたプログラムサブプログラムを作ってそれを方向していた、そういったことをこれを数年間に、かけて繰り返しまして、でこういった、ハミルトニア行列の行列要素を計算するプログラムアクセルを作ったわけなんですね。でこういうのを繰り返しまして結局、当初の依頼はこのハミルトニアの行列要素計算するプログラムなんだったんですけれど、長い時間かけましたので、その後お客さんからいろんな依頼が出てきまして、行列要素を計算するだけじゃなくって、そういった計算した行列要素を対角化することによって固有値固有ベクトルを出して、さらにセレクトコンシステント、場を計算してそれを回すことによって K の、規定状態の規定が固有値固有ベクトルを計算するプログラム、まあ、これいわゆる普通の、電子状態計算プログラムですね。そういったところまで、作り上げまして、さらに、いろいろな経験でのそのいう、固有値をプロットすることによって万像図も計算する機能、さらに状態密度を計算する機能だったりとか、まあ、一通りの、電子状態計算をする基本的な人電子状態計算プログラムの機能を持ったプログラムを開発しましたので、さらにですね、より計算を早くするためのいろいろなテクニックがあるわけですね、電子状態計算のプログラムには。でそのうちの中性原子ポテンシャルという、まあ、そういうふうに呼ばれているディポテンシャルを改良するテクニックがあるんですけど、そういった論文も渡されまして、それを実装して、くれて依頼も受けまして、それを実装しました。あと、遮蔽ポテンシャルというそういったテクニックもあるんですけど、これは空論相互作用、電子状態計算でいうところハートレイポテンシャルの項なんですけれど、平面波規定で計算することが多いんですけれど、平面波規定でそういった、空論ポテンシャルを計算してしまうと、その空論ポテンシャルも、周期的なものになってしまうんですけれど、孤立分子系をターゲットに計算しようとしているときには、そういった周期的な空論ポテンシャルというのはちょっとおかしなことになってしまうんですけど、そういった、周期系でも平面波展開を使っていながら孤立分子系に対してもその周期的な空論ポテンシャルとならないようにするといってたテクニックがあるんですけれど、そういった、論文をいただいてそれを実装するといった、そういうこともしました。
詳しい話は今日はできないんですけれど、とにかく論文に書いてあるような先端的な、第一次元計算の手法を取り入れたその電子相対計算プログラムを書いておいたことをいくつもやってきましたので、そういったことをこういう他にも含めて並列化もしまして、まあ、この、私どもの方で開発しましたアクセルという、プログラムは一通りの電子相対計算をできるプログラムとなりまして、でお客さんの方はですね、それを用いまして、その出てきたこれのプログラムの結果を用いて、さらに、行列の計算を進めることによって、伝導度計算、量子架橋系ですね、そういった系の伝導度計算をするプログラムといった形でまとめて、このニムスさんのホームページ上で公開するといったことを行っています。で、この時の納品物はここに書いてありますように、まあ、ソースコード一式、理論説明書、操作説明書、プログラム設計書と、つまりですね、お客さんの方はソースコードを受け取れるので、その後の改良を自由にすることができるわけです。でさらに理論説明書があるので、理論説明書も収めてありますので、このプログラムで一体どういう計算式に基づいて何を計算しているのかということを、ちゃんと理解することができます。あと操作説明書、これもで、このプログラムを使ってどう、その入力ファイルがどうなっていて、入力パラメータがどうなっていて、で計算結果がどこに出るのかというのが全部わかりますので、すぐにこのプログラムを使って計算を始めることができます。それとプログラム、お客さんの方で、後々プログラムを改良とかメンテナンスができるように、その収めましたソースコードで、がどういった構造になっているのかといったプログラム設計書も、書きまして、お客さんに納めています。でこういうふうにしまして、仏崎機構さんの方では、その、この伝導度を計算するという部分は研究者の方が作って、その、サブルーチンの方のハミルトニアン行列を計算するといったところは当社の方で作っていた、そういった協力体制で一つの大きなプログラムを完成させまして、公開するに至っています。でこういったふうに電子相対計算プログラムを作っていたこともやっています。次の例ですけれど、これはですね、並列化ということで、これももう最近は非常にポピュラーなお客さんからのご依頼になってまして、実にたくさんのお客様から依頼をいただいています。で、作業の内容としてはですね、お客さんが開発されたプログラムがまずありまして、そのプログラムをより早く動かすために並列化してほしいという依頼を受けて、当社の方でプログラムソースコードの並列化を行います。で、まず最初に、お客さんからもらうのはコードとそのプログラムの使い方といった簡単なマニュアルなんですね。で、そのコードでについて、まずそのこちらの方で一体何を計算する、どういうふうに計算するのかといった、そのコードの計算内容の分析からこちらは始めます。で、大抵のプログラムというのは、お客さん自身、その作成した研究者自身というのは、そのプログラムが何やってるかというのは、頭の中に入っていて、非常に各行で何を行われているかというのは完全に理解されているわけなんですけれど、そのコードを、受け取った私どもの方にとっては、その初めて見るコードなので、そのコードが何を計算しているのかというのは一見すると全然分からないわけなんですね。でもそういったプログラムでも、頑張って、そのソースコードで一体何、どういうふうに、例えば配列にデータが渡されて、ループがどういうふうに回っているか、サブルーチンがどういうふうに呼び出されているかというのを、つぶさに観察することによって、私どもの方でもそのいただいたプログラムの計算の流れというのを理解します。で、理解した上で、そのプログラムが、並列化できるのかどうかというのを判断します。で、判断する前に、そもそもそのプログラムが読みやすい、その処理の流れが見やすいように、整理するといったこともします。で、整理した上で、その並列可能なループを特定して、例えば OpenMP の並列行を入れてあげたりとか、それとかデータを分散可能ならば、その、分散可能なデータに対して MPI 通信関数を記述してやるということによって、OpenMP と MPI のハイブリッド並列にしてあげるといったことをやります。で、この辺はその配信講義の他の先生方も説明があったと思いますけれど、典型的なものですけれど、ドゥループの前に OpenMP に指示を入れたりとか、あと MPI の通信関数を入れていったこういった
これまでの先生方も説明されているような、あの並列化の手続きをですね、私ども最初はプログラム、そのプロ、お客さんからいただいたプログラムの計算内容はわからないんですけれど、そのプログラムを頭から分析していくことによって、並列化できるところは並列化していくといった、そういった作業を行います。で、そういった作業の、結果、出来上がったソースコードの意識をお客とそれの作業報告書でどのように並列化したのかといった、内容についてまとめた作業報告書、そういったものを、お客さんの方に納品します。で、お客さんはあとその納品したソースコードでもう自由に並列計算、Kコンピューターを使ったりとか、普通のワークステーションでの並列化だったりとかいろいろありますけれど、そういったところで自由に並列計算をすることができるようになります。で、ここに挙げましたのは、いわゆるもう皆さんよくご存知だと思いますけれど、一般的な OpenMP とか MPI といったそれの複合だったハイブリッド並列だったりとかするわけなんですけれど、最近は私どもの方もその、工事並列化、Kコンピューターとかですと非常に、プロセッサの数が増えてますので、普通に、あるトゥーループ1個について、並列化するだけではですね、このループのイテレーションの数が、例えばトゥーループのイテレーションの数が1000個ぐらいだと、として、でも CPU、プロセッサの数が10万個もあったら、この1000並列したところでその、10万 CPU のを有効に活用することができません。なので並列の数を、並列の次元を増やすといった、そういった作業も行っています。で、そうすることによって、例えばこの do ループが20ループ30ループになっていったときに、1000×1000×1000 で100万、10億といった、そういった、イテレーションの数がありますので、そういった、イテレーションの数が増えることの増えてイテレーションの数が多い高次元のドゥーループに対して、工事の並列化を施すことによって、10万プロセッサーのあるような経営でも、有効にそのプロセッサーを活用できるような、並列化プログラミングといったもののそういうふうにプログラムを改良するといったこともやっています。あと最近ちょっと流行りがあった GPGPU ですね、ちょっと陰りが出ているような気もするんですけど、こういうふうに電子相対計算プログラムの GPGPU 化といった、こういった並列化、特殊な並列化になりますけど、そういったことも行っています。あと G4Phi というテクニックも最近出てきてますけれど、そういった、テクニックを用いた並列化ということも当社ではやっています。こういった並列化といった作業というのは、研究者にとっては、プログラミング好きな方は好きかもしれないんですけれど、非常に泥臭いというか非常に面倒な作業なわけなんですね。そういったことも、弊社ではそのプログラミングコードを理解して、研究者が作ったプログラミングコードを理解して、その並列化をできることを特定した上で並列化に変更して、それで早くプログラムを早くして納品するといったことを行っています。続いての業務例ですけれど、これ入力ファイルの形式とありますけれど、皆さんが作るプログラム、必ずプログラムには入力パラメーターがあると思うんですけれど、その入力パラメーター、数が増えてくると、その入あとまたその内容が複雑になってきますと、入力その処理というのが、入力ファイルのパラメーターの文字列データの入力処理というのをプログラムするのが難しくなってきます。そういった時に私どもよく XML 形式での、入力ファイルの作成を提案しています。で、XML 形式の、ついての話も、この配信講義でどなたかが発表があったと思いますけれど、XML 形式というのは、簡単に言いますとこんな形でタグの形式で書かれたものなんですね。で、例えばこれラティスユニットベクターユニットコングストロームで、それが 5.43 というふうに書いてありまして、これを見るだけでなんとなくこの 5.43 という数字が何を意味しているかが分かるんですね。でこの XML 形式で、入力ファイルのパラメータを記述することによって、このようなの数値の意味が、見た目分かりやすくなるというメリットがあります。またあとこのラティスというふうにラティスというふうにグループ分けするして書くことができまして、グループにまとめてパラメータグループにまとめることができまして、パラメータの階層構造を簡単に作ることができます。
で、こういうふうに入力パラメータの形式を自分で定めて作ることによって、ご自分のプログラムから入力内容が複雑になった場合でも、その入力のパラメータを視覚的に見やすい形にデータをまとめることができます。ただ、こういったタグのある入力ファイルというのの文字列処理というのが逆に非常に複雑になってしまうんですけど、そういったところは専用のライブラリがあるんですね。 Fortran 90 でも、こういった入力ファイルを処理できるライブラリがありまして、そういうものを使うことによって、比較的簡単にこの入力ファイルも処理することができます。 Fortran 90 でもこういった XML ファイルを処理するライブラリがあります。で、私どもではこういったライブラリを使って、かつこういった入力ファイル形式を提言しまして、そのお客さんの複雑になったプログラムのパラ入力パラメータもこういう XML 形式にまとめると簡単になりますということで提案して、そのための仕様を策定したり、その入力を処理するプログラムを作ったり、そういったこともします。で、これで複雑になった入力部分の、を使いやプログラムを使いやすくするといった、そういった改良も行っています。で、次は今度は入力とは逆に出力ですね。計算結果の出力、これ、こちらに出したのは常木研究室に対して納品しました、XTAP フロントエンドのタピオカというソフトウェア、これは私どもが作ったソフトウェアなんですけれど、このタピオカ、XTAP という皆さんご存知の電子状態計算プログラムがあるわけなんですけど、これの出力結果、その電子密度の分布だったり波動関数の分布、バンド図とか密度分布、状態密度分布とかいろいろなデータがあるんですけれど、特に3次元のデータ、3次元の空間分布量について、それを視覚的に確認するというのは数値を見ただけじゃ全然わからないものです。で、そういった、3次元の分布といったものをこういったソフトウェアで、可視化することによって、その計算結果の、成否が、視覚的に瞬間的にわかるわけなんですね。で、その計算結果が見た目で瞬間的に分かるということが大事でして、私ども方ではこういった計算結果の、可視化プログラムというのを それぞれの計算プログラムに応じた、その研究者が必要とされているデータを瞬時に可視化して、研究者の方にその成否を瞬間的に理解していただけるような形で表示するといった、そういったソフトウェアを数多く使っています。次に今度は、先ほどの XML の入力とも関係するんですけれど、プログラム、複雑になってきますと、その入力パラメータを用意するのも結構大変になってきます。そこでですね、その入力ファイルのパラメータを簡単に設定できるようなツールというのを私の方で作っています。こちらもその常木研究室に納品したプログラム、C-Tools というプログラムなんですけれど、こちらのプログラムはですね、各種の電子状態計算プログラムの入力ファイルを大雑把なんですけれど自動的に生成するという機能があります。例えば、計算したい、結晶構造をネットでダウンロードして、それについて、バンド図を書きたいとか、そういった要望があって、で、計算するプログラムは、バスプがいいかな、タップがいいかな、 RSDFT がいいかな、 OpenMXT がいいかなとか、いろいろあるんですけれど、その計算した人が選んだソフトウェアに対しての、そのラーチェン計算プログラム用の入力ファイルというのを、このソフト C ツールズを使って瞬時に生成することができます。ね、ですからお客さん、そう、利用する人が用意するのは結晶構造のファイルだけでいいんですね。で、それに対してその使いたいプログラムを計算させたい、電子状態計算プログラムの名前を選択するだけで、ほとんど自動的に、その電子状態計算プログラム用の、入力ファイルを生成することができます。そのための GUI、 こういった入力部分を支援するための GUI というのも作っています。でですね、こういった、私どもプロの、研究者の方々の、研究に必要なプログラミング開発改良というのをいろいろ行っているんですけれど、そのプログラムの納品した後どうなるかということについてちょっとお話ししたいと思います。で、先ほども申しましたように、私どもがその面倒なプログラムの開発というのを、分担するわけなので、その間研究者の方はいろいろな研究について、専念することができるわけですね。で、さらにその私どもがプログラムを納品した後は、
研究者の方はそれを、独占的に使うことができます。でそのソースコードも納品しますので、ソースを改良するのも自由ですけれど、そういった、プログラムを使って、いろんな計算をいくらでも大算を行うことができます。でそれによって、物理的に価値ある結果を算出していただいて、その、価値ある結果を見出していただいて、それを使って、学会発表なり論文なりを量産していくことができます。でこうそしてその論文がたくさん出れば、質税的に他の研究者からもその研究者の研究が注目されるわけでして、その研究に使われたそのプログラミングというのにも、皆さん他の研究者からも、引き合いが使ってみたいという引き合いが出てくるかと思います。でさらにその、量産された、論文に対するしても他の人たちもその同じ分野の研究をする、研究者が増えてきますと、その最初の研究者が出された論文についての引用も増えてくるわけでして、研究者としてはこれで非常にハッピーになるわけなんですね。でさらにですね、製造業、民間の製造業の技術者からも注目されて、その技術、そのプログラミング、そのプログラムが出す数値とかそういったものに注目されるように見ますと、民間企業で作られている新製品の開発といった、そういったことにも応用されるようになりまして、まさに産業への応用、社会貢献にもつながっていくかと思います。この辺はちょっと夢物語的なところもあるんですけれど、その理論研究者が作られたプログラミングで、こうやってそのプログラミングの成果が社会も普及していければ、研究者の方々にとっても、それは価値があることなんではないかというふうに考えています。ですがこういう夢物語みたいな論文が量産されるところまでは、多分皆さん研究者で頑張られればできると思うんですけれど、そのですね、これ普及、他の研究者の方々にも使っていただいたり、さらに製造業の技術者にまで使ってもらうといった、そこまでプログラムを普及させるといったことはなかなか難しいんですね。で、単に非常に物理的価値ある計算結果を出せるプログラム、それだけではなかなかプログラムは普及しません。でプログラムを研究者の方々の中にはそのプログラミング、その自分で使われればもう十分というふうに考えられている方もおられるかと思いますけれど、私どもはそれではもったいないと考えています。せっかく、研究者の方が考えつかれたアイデアに基づいて作られたプログラムで物理的な価値がある決算結果が出せる、そういったプログラムができたんでしたら、それをもっと世の中の人々に普及させていくべきだと私どもは考えてまして、で、そういった取り組みについてプログラムを普及させていく、なかなかプログラミング普及しないんですけれど、そういったそれでもプログラミングを普及させるための取り組みも行っています。でそもそもですね、プログラム、世の中たくさんありますけれど、なかなか普及はしているとは言えません。それでなぜプログラミングが普及しないのかという、その原因についてここに簡単に挙げてみました。で、そもそもですね、使いたいんだけど使えないといったら、そういうソフトウェアが多いかと思います。各研究室、日本の大学の各研究室に何個かプログラムがあると思うんですけれど、そういったプログラムというのはその研究室の中で閉じて使われていまして、公開はほとんどされていないと思います。そういうもったいないソフトウェアがたくさんあると思うんですけれど、その学会等でそういったプログラムを使った研究結果発表されていることがされているところを、民間の、技術者も見てます。見てそれでプログラムに良さそうだなって思う時がよくあるんですけれど、それでもそのプログラム使いたいけれどそもそも入手できないという問題があります。で次の問題、いいなと思うプログラムがあるんですけれど、果たしてそれがその民間の技術者、なんか新製品を開発したいとか思っている技術者が抱えている課題、それにも適用できるかどうか、学会発表の内容を見ているだけじゃわからないんですね。本当にそれで私の問題解けるのかなというのはわからない。でなのでそのプログラムを使うかどうか躊躇してしまうという問題があります。でさらにですね、実際にその技術者が、解きたい問題、それを解決するためには非常にニッチな機能が必要だったりするんですね。でそういった機能は大抵その
研究者が作られたプログラムにはないと。非常に特殊な機能が非常に特殊な数値、それが知りたいんだけれど、その彼技術者が知りたい計算結果を出してくれるようなプログラムというのはなかなかないと。で、次にこれも皆さん意外かと思うんですけれど、その日本製のですね無償のプログラムというそういうのはたくさんあるんですけれど、こういうのをですね民間企業の技術者というのは使うことについてちょっと不安があるんですね。本当にそのプログラム大丈夫なのかって、で 無償で大丈夫なのか、日本製で大丈夫なのか、外国製の方がいいんじゃないかとか、有償の方がいいんじゃないのか、そういった不安が、漠然とした不安があります。で次にこれはもっと実践的で基礎的なものなんですけれど、何らかの形で入手したプログラム入手はしたんですけれど、さあそれでプログラムを実行できるようにコンパイルしようかと思ってメイク叩いてみるんですけれど、コンパイルエラーになってしまうん でそのエラーの仕方を解決する方が結局分からなかったといって、それで使うのをやめてしまうという、そういう非常にもったいないこと、初歩的なところでつまずくといったこともあります。でまた実行するとエラーということもよくあることですね。でこういった時にどうしたらいいかもう分からないといったこともあります。そういったところで、使うのをやめてしまうということもあります。でさらに、入力ファンのパラメータ指定が分からない、使い方が分からないということですね。そういったこととか計算結果の評価方法が分からない、この辺はもう非常に素人相手なので非常に初歩的なところでつまずくわけなんですね。で分からないことがいっぱい出てきて、それらをですねその開発した研究者にノウハウとして質問したいんですけれど、しかしですね民間企業というのはいろいろ企業秘密というのを抱えています。で彼らが何かやりたいことをその研究者に話してしまうと、そこを経由して他のライバル企業とかにも伝わってしまうんじゃないかと心配があるので、質問はしたいんだけれど計算内容は教えられないというジレンマがあります。でさらにですね、そのプログラムを使うには大型計算機が必要なんですけど、大型計算機を民間企業では利用できなかったりとか、大型計算機で使って、研究した場合にはその研究成果を公開しなければいけないといった決まりになる大型計算機もあるわけなんですね。そういう時にその民間企業だと計算結果を公開したくない、公開できないといった事情もあります。あとそもそも使い方が分からないといった、そういった事情があるわけですね。で皆さんこういった、非常に、単純な原因ですよね。こういった研究者の方々なら皆さん頑張ってそういったところでもその使っていかれてるんでしょうけど、民間の技術者ですとやはりなかなか初心者ですので、こういったところあちこちでつまずくところがあるわけなんです。でこういったつまずくが原因で、せっかくいいプログラムがあってもそれを活用で使うことができないよって、プログラムが普及しないといったことにつながっています。でですねこういった初歩的な問題に対してどうしたらいいか、答えは自明でして、こういったことが先ほど言った、プログラムが普及しない原因というのはたくさんあるんですけれど、そういったことに対しても一つ一つ答えというか、それを解決する取り組みということが取り組む方法があります。で、面倒なんですけれど、例えば、利用して自体が利用してできなかったら、その、利用できるようにそのプログラムの配布するホームページを作ればいいんじゃないかとか、その配布する法人を作ればいいじゃないかとか、そういったことで、まず入手できるような環境を用意することができます。で、それが技術者がそのプログラムで問題が解決できるのかどうか、そういったことに答えるような解析事例集をいろいろ作ってあげると。それ学会発表の内容以外にもいろんな例題を示してあげて、その技術者が抱えている課題にも解決できそうなんだなということを感じてもらえるような解析事例書を作ることができます。 そうですね、それからニッチな機能ですね。実際に技術者が必要としている機能が必要だったら、そういった技術者専用の、個別のニーズに応える追加機能を開発すると。そういうことによってそのプログラムの改良版を使って、製造業の技術者でもが必要とするような計算をすることができるようになります。で、日本製の無償のソフトウェアファンであるということなんですけれど、それも論文を、たくさん出すことによって、日本製でもこういうふうに世界中の人から利用されているプログラムなんだということを示すことによって、論文の実績を示すことによって、あと民間企業でも使われているんだというような使用実績とかも示すこと、こういうことを示すことによって
こういう漠然としたあまり根拠のない不安なんですけど、こういう不安を抱えている人たちもだんだん納得して信頼してこれをそのプログラムを使っていくという気分になっていきます。でさらにエラーですけど、こういったところもメイクファイルをちゃんとセーブするとか、あちこちの環境でテストするとか、ソースコード、フォートナン90のコードも標準コードに直すとか、そういったことを繰り返し積み重ねることによって、こういった初歩的なエラーもなくなります。使い方のわからないとかいったやつについてもいろんな説明書を作るとか GUI 作るとか、先ほどの C ツールが言いましたようにそもそも自動的にパラメータが生成できるといったそういった仕組みを用意するといった、対策もあります。あとは評価方法がわからないといったときに相談、質問したいだとかそういった、こともありますけど、そういったことに対する対策としてですね、この相談に応じる相談窓口を作るということが大事なんですけれど、ただしその企業はその機密保持というのにうるさいので、そういう方々に、ね、安心していただけるように機密保持契約を結んだ上での、相談窓口といった、口の固い相談窓口というのを用意してあげると、その民間企業の人は安心します。でさらに、大型計算機、民間企業でもお金さえ払えば利用できるスワコンもあります。でさらに計算正解についても公開しなくていいというルールのある計算機もあります。ただしその使い方わからない、でもそれでもそのスワコンの使い方の講習会とか、スワコン上でのそのプログラムの使い方の説明会の、を講習会というのを開くことによって、そういった、企業の技術者にとってのハードルを下げるといったことができます。で、今言いましたことは、誰でも思いつく簡単なようなことですけれど、皆さんも感じているでしょうけど、非常に面倒なわけですね。こんなことをその研究者の方々がやる、講習会を開くとか相談間口を作るとか GUI を作るとか、あと何か個別のニーズに応えるような機能を作るといったこと、研究者の皆さんがこういったことをその民間企業相手にのために作ることで非常に、面倒と感じられると思います。で、こういったことも、私どもの方はそのサポートしますので、これを言うサポートによって私どもの皆さんの研究者の方々と民間の、技術者の方々の橋渡しをするようなことも、同社では行っています。これによって、皆さんのアイデアで作られた素晴らしいプログラミング、これが、面倒なことがだいぶ楽になった上で、世の中に普及していくことにつながるんじゃないかと思っています。実際こういうことを当社ではいろいろやってまして、いくつか少しずつですけれど民間への普及が進んでいます。で、長くなりましたけれど、まとめまとめしまして、今回、私どもやみずほという銀行員みたいな人間が、発表しましたけれど、私のようにこの民間企業銀行員みたいなところですけれど、その非常に小さな部署でありますけれど、物性物理、広く科学技術分野に関して、研究者が作られているような研究用のプログラミングを開発改良を行っている部署があります。で、私どもには、基本的な物理の知識がありまして、あとそのいろいろな分野のシミュレーションプログラムの開発の実績がありますので、皆さんのプログラムのような研究用の高度な研究用のプログラムについても、開発する力があります。で、そういった業者に、皆さんプログラミング開発で、皆さんプログラミング開発でいろいろ苦労されていると思いますけれど、そういった、開発を民間部の企業に、委託することを外注してしまうことによって、この面倒なプログラミング開発といったところから少し負担が減りまして、本来の研究といったことに、専念できるかと思います。で、そうすることによって、物理的な価値ある計算結果というのが早く得られて、たくさん得られて、それを使って計算研究者の方が研究を加速したり論文を量産したり、そういったことができるようになるんです。で、あと普及についても話しましたけれど、プログラムの普及、これは非常に大変な作業なんですけれど、頑張れば必ずプログラムには普及することができます。またプログラムの普及必要ないと考えている研究者もいらっしゃると思いますけれど、それは非常にもったいないと思いますので、ぜひせっかく考えられたアイデアを具体化されたプログラム、
これを皆さん他の人にも、普及されるような、取り組みをされることをお勧めしますし、我々がそれをお手伝いします。で、あとはこういった先ほども、もう重なりになりますけど、論文の引用数が増えれば皆さんにとってもハッピーですし、さらにこれが産業にも応用されて社会貢献につながるというふうに、なれば、皆さんもハッピーになると思います。というわけで、ちょっと非常にまとめが、乱暴になりましたけれど、以上です。